ヤーシル・ヤーシルはイランが露客したアメリカ製の無人航空機スキャン・イーグルをコピーして製造し2013年9月に公開された無人航空機である。イランは2012年12月にペルシャ湾上のイラン領空内に侵入したアメリカ海軍のボーイング輸出製小型無人偵察機スキャン・イーグルを露客したと発表した。これに対しアメリカ海軍は保有する スキャンイーグルの喪失はないと発表した。イランは12月17日にスキャンイーグルのコピーの量産を開始し、この機種を実戦配備すると発表した。この後イランはイラン航空産業機構によるコピー機の生産ラインの様子も公開した。2013年10月に、ロシア空軍司令官ビクトル・ボンダレフ中将がイランを訪問した際、イスラム革命防衛隊から、 スキャンイーグルのコピー機ヤーシルが贈呈された。2014年初頭、レバノン軍団の当主であるサミール・ジャージャーの自宅のある、マーラーブ氏の宅地周辺を国籍不明の無人機が、繰り返し飛行していると報じられた。この件について、レバノン軍団のアントワーヌ・ザーラ会議員は、ヒズボラがジャージャーを監視し、スキアラバ暗殺する目的で、ヤーシル UAV を飛行させたと非難する声明を、 発表した。また、イスラエルの情報源も、ヒズボラが、ヤーシルを運用していると報告している。また、イラク国内で活動する、カタイブ、ヒズボラのようないくつかのシーアハ民兵組織も、イランから、ヤーシル UAV を供与されていると報じられている。また、ヤーシルは、シリアのアレッポ上空でも目撃されている。ありがとうございます。